健康を気軽にお願いする。両手の上の方にギュッと握りしめ、ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にグッと力を入れて。数を3つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ。もう一度、両手の上の方にギュッと握りしめ、ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、段取る。全身にグワッと力を入れて。まずを4つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ、ゲルプです。最後一度、両手の上の方にギュッと握りしめ。で、ゲットツリー、歯を吸い。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一段取る。全身にグワッと力を入れて。まずを5つ数えたら息を吐きます。1つ。2つ、3つ、4つ、5つ。つま先に式を抜いてください。つま先から力が抜けた。かかとから力が抜けた。足首から力が抜けた。ふくらはぎから力が抜けた。膝から力が抜けた。ももから力が抜けた。お尻から力が抜けた。お腹から力が抜けた。両足から力を入れて、でもいい気持ちです。両足が、ダラどうしたらどういうイメージでしょう。呼吸と、さあ両足から力を入れていきます。大きく深呼吸を、一回してくださいと、でもいい気持ちです。さあ今度はお腹から力が抜けた。腰から力が抜けた。胸から力が抜けた。背中から力が抜けた。肩から力が抜けた。肘から力が抜けた。手首から力が抜けた。手のひらから力が抜けた。指先から力が抜けた。両手から力が抜けとってもいい気持ちです。両手がダーラ。どうしてトレーニングしましょう。呼吸と、さあ、両手から力を上げていきます。おー、深呼吸を一回してくださいと、とってもいい気持ちです。肩から力が抜けた。首から力が抜けた。顎から力が抜けた。歯から力が抜けた。唇から力が抜けた。鼻から力が抜けた。頬から力が抜けた。耳から力が抜けた。目から力が抜けた。まぶたから力が抜けた。眉から力が抜けた。眉間から力が抜けた。額から力が抜けた。頭のてっぺんから力が抜けた。
全身から力を入れとってもいい気持ちです。体全体がダイヤどうしようとご理解しましょう。呼吸とも最後体全体から力を抜けていきます。大きく深呼吸を3回してください。深呼吸が3回終わったら、草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空色がとっても青くて、白い雲が北海道から今の下にいる中にもとっても優しく、そこにいるととってもいい気分です。どこからともなく、とっても心地よく風が吹いています。その風に髪がなびいています。その風で毎日の気がたびています。その風で書いているととってもいい気分です。あたりをぐるっと見出してみましょう。すると不思議なことに地面に扉があります。扉を開けてください。扉を開けてみると、そこには心の底に続くとっても素敵な階段があります。そう。その階段を今回、催眠のために使われた。あなただけの特別な階段です。その階段を一緒に続いていきましょう。階段の下の上、催眠が10倍深くなっていきまーす。10倍、100倍、1000倍、1万倍、10万倍、100万倍、どーんどんどん上がっていきます。どん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 階段を見ていって、一番下のそこにはとっても深い催眠状態に入っています。どん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 。そして一番下に着いたら目の前にもう一つの扉を見つけてください。そしてその扉を開けます。するとそこにはとっても素敵な部屋があります。そうですね。今回、三遊のためですから、あなただけの特別な部屋です。部屋へ行ってみましょう。部屋っていうのそこにはとっても素敵な場所にそんな素敵な場所に着いたテーブルがあります。椅子に座ってリラックスしてください。部屋のレイアウト。スネヨンイメージしましょう。イメージすると素直に変わっていきます。なってがいいなと思うのよ。部屋が出来上がりました。さあ私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくる様の音、風の流れに変えないか。今回の催眠を深めるためのバックグラウンドにしかと思ってください。私の言葉が大切です。私の言葉を聞いてるととでもリラックスしたいい気分になります。私の言葉に意識を向けているととっても深い催眠状態になっていきます。いつでもどこでも私の言葉を思い出すととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉が大切です。私の言葉にしっかりと意識を向けてください。さあこれから健康を聞きなみにお願いするお願い言葉これを朗読します。私は自分の体を愛しています。体が毎日成し遂げる営みに深く感謝しています。眠るときも目覚めるときも体のすべての機能が完璧に働いているのです。ポジティブなエネルギーが強まるよう体は私がすべきことを知らせてくれます。私の体は素晴らしい。私が心よく過ごせるよう、体は私のためにあらゆることをしてくれます。体がうまく働くよう、私は体のためにあらゆることをします。思いの力でバランスと安らぎを取り戻すよ。今私は体に命令します。今この瞬間に健康な状態が引き起こされます。思いの中で全ての負担を手放します。それにより私の体の負担も軽くなります。
私は完全なる健康を手に入れています。健康は私の自然な状態です。私の願いが叶えられることに感謝します。送り出した願いのエネルギーを信じています。さあ、ゆっくりと意識を肉体に置かれている時間と空間に戻しましょう。階段を出て部屋の中の椅子に座っている自分自身に意識を戻し、大きく深呼吸を一回してください。そして、椅子から立ち上がり、飛び上げて階段を上げてみましょう。階段を下のロープに、催眠からどんどん下げていきます。どん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 階段を上がり、一番上に着いたら扉を開けて、草原にたらつんでる様子を思い描いてみましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空の色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しく、そこにいるととってもいい気分です。これから数を1から10まで数えると、意識、爽やかに戻ります。一つ、二つ、三つ。手と足に力が戻ってきました。四つ、五つ、六つ。体全体に力が戻ってきました。七つ、八つ、九つ。意識がはっきりして、とってもいい気分です。と、爽やかに意識が戻ります。と、手たちの指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にぐらっと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。